んにちは、平山茂です。今日は9月25日土曜日でございます。現在時刻は12時7分。本日もお仕事でございます。さあ皆様、今日はまあお休みという方多いと思いますので、どちらかというとお仕事という方、頑張ってください。頑張りましょう、お互いね。さあもう皆様、今頃はねお昼時ということなので、今時間的にはお昼ご飯を食べてるという方もまあ多いと思いますけれども、まあ昼食もね、美味しい昼食どこで食べてるんでしょうかね皆さん。私はセブンイレブンのね、これをパンですね、もっちり熟成ピザたっぷりチーズ、もっちり熟成ピザたっぷりチーズ、これに最近ハマっております。まあ温めても美味しいですしね、そのまま食べても美味しいよという、ね、パンでございます。これは食べてね、お仕事頑張りたいと思います。さあ今日はお休みという方はもう本当にね、結構ここに来るまで、まあ、職場の近くなんですけど、職場の近くまでね、ここまで来るのにももう途中はもうやっぱね車多かったですね。皆さん遊びに行ってるのかなと思っております。さあ、今日はですね、まあお仕事でちょっと終わる時間もねちょっと遅いということなので、もうこの先ちょっと動画を撮るタイミングがないかもしれないので、今日はもうねここで終わりたいと思うんですけれども、皆さん大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、あなたは大丈夫、間違いない、はい、本当に本当にそう思ってるんです、間違いない。さあなので、まあちょっと今日はエンディングでですね、昨日の動画の続きになるんですけども、昨日まあ名古屋市港区にある虎川緑地というところでね、ちょっと撮影をしておりまして、撮影後にまたちょっとだけトイレ行きがてら散歩に行きましたらですね、ちょっといろんなものと出会いました。なのでちょっとそちらを見ながらですね、お別れしたいなと思います。猫ちゃんだったりかかしさんだったり、まあ、そんなような形でございます。ということで、また明日でございますね。はい、もう明日は日曜日ですかね、明日も元気な笑顔で皆さんお会いしましょう。ということで、平山茂でした。おやすみなさい。子供どうした、子供、おいで、子供どうした、子供は、イカそうめん食べた子だろ君は、ここが何かゆいのイカそうめんは、イカそうめん食べた子だよね君はな、あ違うねえ、イカそうめん食べたよね、子供たちがいたよね、子供たちはもうどっか行った、どうして子供たちはもういなくなっちゃったね、なんかここは気持ちいいんですか、気持ちいい気持ちいいんですか、気持ちいいのかな、よかったよかった、元気してた、どうしたどうした、ちょっとなんか硬いな、どうした、あれだろ、誰か餌くれるの待ってんだろ、多分いつも持ってきてくれる人がいるんだろ、違うの、違うのかい、どうしたどうした、どうした、あれ何か気配を感じたね、よし、それじゃあ、
怖いな。サンタさんかこれ。すごい。こっちもすごいな。いい表情してる。尾関さんね。いいんじゃない？あと一匹。一匹じゃないか。一体か。お父さんって感じだね、なんか。肩に何が乗ってるんだ、これは。肩に何かが乗っている。そして竹ぼうき。タイトルは？わかりませんね。なかなかこんなところがあったんですね。